クロマ、あ、いたい。いた。物理的に叩きつけた。なんじゃお前は。あれ、ゼルダの伝説、知恵の借り物、続きいきます。マイクロペーサーどうぞよろしく。さあ、やっぱり立ち上げ直したらちゃんとここ BGM ありました。謎に前回ここ BGM なかったからね、バグってたんだね。ってことで行きましょう。さあ、ふくらしこいっぱいのゼルダ、ボリュームだけ増やしてんちゃうぞ。ってことでダルストンさん、向こうに道は続いてそうだけど、あそこまでどうやって行く頃、こういう時は心得その熟、空を飛べないなら翼を持つ者を利用すべし。あれ、飛ぶのかい。翼を持つ者を利用するってどうすればいい頃。あれ、そういうこと、普通にこれでいける。あーちゃうわ、どうも。一個しか置けへんからあかんのか。あー、あいつらをとりあえず殴ってこい。落ちた。は、翼利用する、倒してもうたけど。こういう時は空を飛べないなら翼を持つものを利用すべし。なんかあったっけ、翼持つやつで。なんか誰かのあれを持ってと、こういうことか。はい、天才ゼルダさん、すごい頃そんな進み方があったなんて。僕もなんとかアテロイスから先に行っててごろ。お前はいけるか。やけど合ってた。でそれを駆使せえってことかい。お前を持って飛んでふいふい、さらに飛んでふい。あとんか、これでんか。でこっからはっていうか、マップはい、あ、見えへんのか。じゃあこの辺はこの感じで大丈夫だね。行く、合ってるよね。おい、行かせい。さあ、これで奥の方までやってまいりましたよ。まだまだだね。おい、そこは、んー、はっ、ちょっと置くのむずくない。行く、行けた。さ、んー、そっちじゃないよ、ここ。ダハン、タイミング。まあでも、あ、じゃあバカン、死ぬぞ死ぬぞゼルダ。はっ、で上に何もないんかい。ここはすーごい高いけど降りてくんの。あんなん、あれ、宝箱だけ。ポカッとルッピー、あれ、ってことはこの上か。この上になんかあるってことか。うん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 、上に上に行って、うんうん、あー、いけてるねー、すごい場所で。着いたかい。一応なんかアイス系持っとこ。これは違う。うん、おい、ゼルダさん、どうやって来たお前。よう来れたね。ふう、なんとか追いつけた頃。やるやん。ん、このでっかい岩道を塞いじゃってるごろ。この道長いこと誰も使ってなかったし、どっかで岩が落ちてきたんだごろ。うん、どうしよう。テルダさん、トリーさん、ここは僕に任せてごろ。大丈夫かい。一
けるかい、うん、この岩の形でこの大きさだったら角度と力を加える向きを考えれば。おっ、いけ、ソリア。お、マジか、ただのパンチ、うん、まだ足りない。でもここまでは計算の範囲ごろ。あ、それも手大丈夫、うん、この石板は父さんの残した道しるべ頃、だから石板がなかったら不安でいっぱいだった頃。でもゼルダさんたちに助けてもらいながらあちこちを走り回っていろんなことがあって、石板の教えを守っていてもそれだけじゃ足りないこともあって、ゼルダさんとトリーさんと一緒に行動するうちに分かった頃。何が、石板に帰ったことはすっごく大事だけど、石板だけ見てちゃ立派な族長にはなれない。立派な族長になるには顔を上げて僕なりの方法も見つけなきゃ。はあ、だから見てて。なんか言うとるで。何それ、あれ、石板をゴロンの幼の心へ、その56。えーい、あらー、石板ごと、いや絶対他の方法あったと思うんですけど。めっちゃ笑てる。使えるものは何でも使えだごろ。ええの、石板がよかったの。うん、ほんまに父さんの残した道しるべも生かす。頭でっかちなりに学んだ知識も生かす。それが僕なりのやり方ごろ。ええんかい。それに父さんの言葉は全部頭の中に入ってるごろ。お前らな、ずっと石板持っとったくせに。さあ二人ともお待たせごろ。この先が火山ですね。ダルスと何か変わったね。今までよりもずっと楽しそう。楽しさの問題。道を塞ぐ大きな岩をダルストンが壊してくれた。ダルストンは自分なりのやり方が見えてすっきりしたようだ。このまま先に進もう。不安ですけど。まだでもダンジョンにすら入れてないのよな。まずはそこを。ようやく来たかい。あ、来たっぽいね。オッケー。じゃあ行くで。ここがゼルダさんたちの目的地。中にはまだ帰ってきてない仲間もいるごろ。なんとかしたいけど。ここを真ん中に裂け目、オルディン火山に広がってる。もしダルストの仲間裂け目に飲まれたら、裂け目を消せばみんな帰ってくる。でもここからは僕たちしか進めない。ダルストンここで待ってて。分かったごろ。何もできないのはもどかしいけど、ゼルダさん、トリーさん、みんなを助けてほしいごろ。頑張るわ。じゃあ裂け目の入り口開くね。ゼルダちょっと下がってて。オッケー。ここをクリアすれば一気にラストな感じになるんでしょうか。もうラスト生かしてくれていい。来ました、火山の無。まずは無からか。ここが進んでいけば、はっ、ダンジョンがあるっていう感じやんな。変な敵頼んだ。頑張れ、ゴーゴーとか言った。ええのか、あれで。さっ、それともなんか別で倒す方法が。はっ、なんか心痛む。ちょっとへっ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 、ほれ。お、やっぱまだ覚えてねえやつですな。はい、そこファイヤーオクタ。あー、ちょっと黒っぽいのね。火山に適応したオクタロック。体の中は高温で吐き出す岩は火をまとっているですってよ。めっちゃおるな。と、逃げて逃げて。さっ、これはまたあれか、登っていかなあかんか。嫌なところおるな、そう思ったら。オクタロック、これでいける。オッケー。合ってるかわからんけど、とりあえず進めてはいるね。これはどっちかがアイテムある感じっぽいよな。キモー。はっ、でへっ、とう、ベッドか。とりあえずのベッドで。あっ、ピッピッ、もう一丁。そしてこっち。
はあ、相変わらずベッド言う、お、ベッド言うのやけど、あなたは？んーくん。で、なんもねえか。あ、宝箱ルピーかなんかでしょう、なんでしたっけこれ。じゃがいわかい、食材かい。こっちまで来たのに、あっ、はい。んで、一旦向こうか。よし、バカたれー。もう、んでと、ほい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 、でもってこっちですな。OK、 奥にあるんでしょう、入れるなんかが。といって、ジャンプ力高いトラック、助かる、来たよ。こわー、どうすんだ、これでいいのかな。こわー、え、でもこの先、え、邪魔、溶けちゃう。これで OK。 あー、出ていけたわ。まだ楽な方やった。ほい、火山が結構一番最初に来るべき場所やったんかな。まだ他のとこより難易度低い感じがする。で、仲間たちの気配だいぶ近づいてきた。このまま奥まで進もう。 OK、 神殿やってまいりました。まあここも大変なんちゃう。あ、でも3階までしかないわ。まだちょっとマシかもしれん。温泉回復、のんびりと頭に飲んのやめ。よし、ひとまずは神殿まで来れたけど、まあこっからまだでも大変なんでしょう。ファイヤー系倒さなあかんわけではないかい。意外と4も使うのよなこれな。はっ、あ、でもまだなんか簡単そうな気配、このダンジョン。あんまりパズル要素そんなに求めてこうへんかもしれん。だと助かりますよ。ほいほいほい。で、ぐるっと回って飛んで、なんでしょう。ナイス。早めに取れるのはだいぶでかい。トゥ、よし、ええよ。ほっ、さっ、いいね。サクサク進めると気持ちいいもんですわ。あー、なんかあんのかなこれは。ん、爆弾、はい、口、ドカン。で、もうあいつらが壊しててくれてるけど、あ、宝箱埋まってるやん。ちょい、危ねえな。ついつい、へい、これだね。ブン、危ない、バカだれ。ねじりかぼちゃで、あ、どどどれ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 、危ねえな。オッケー、こんなやつか。じゃあもうこっちはね、なんじゃこれ、怖い怖い怖い。あ、これまた時間経ったらあれか。ああ、そういうタイプやね。あいつらは倒すのかい。頑張れ。無理か、俺で行かなあかんか、これは。ふいふい、イエーイ。んで、やばい、ここ
やばそう。あーん、こら。ってことはこっちでお宝だと。くん、やばいやばいやばい、急げ。卵です。さっえぐい、えぐい感じになってるけどな、それな。マグマやで、ゼルダ。水に溺れるとかそういうのじゃないんやで。マグマって知ってるか、おい。これで、じゃあは、上か。そこでも、開いてないよね。ん？開けるための、お前か、お前がなんか、どけ。お前がなんか邪魔しとんじゃん。ほら、ええこと。ペロペロプルプルン。よし、オッケーだ。さっ、これでと。行きま。ほっ。違う。それちょっと違う。はっ。まあ、でもいける。ゴゴゴゴゴゴ。さささささささ。タイミング。ほっ。いけるかこれ。糸ちらかここで。でも糸ちら。やめて、危ない。あー、ミスった。あ、いや、いける。糸ちらでした。ああ、危ねえぜ。でー、さらにここは上と下、ただい上と下と、まだなんかあるな。とお宝と、それは何で引き寄せー、当てる。お、チーズチーズー、やったぜ。いいペースじゃないですか。下には宝箱、あ、だばい、宝箱をとりあえず、ふん、取りに行くぞー。あー、こっちから行ってみよう。なんかあるな。前を、はい、開いた。簡単。よし、で、あ、じゃあ、バイ、帰ってきました。ありがとう。ギリギリー、はっ。こいつ倒したことあったか。ほら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 、ありました。いく。これは何でしょう。重要なアイテム。お、まあまあ重要なアイテムやんけ。来てよかった。もしかしたらただ単にルピーだけの可能性もあるとか思ったからさ。オッケー、よし、次行きます。はっだ、ささで、開けてくれー、やめてくれー。よし、ゲイ、こい、さっさ、シルベと、やっぱ鍵必要やったよね。うん、正解でした。ここでもなんか、いや、そうでもないか。まだでも他のダンジョンにだいぶ優しい気がするよね。俺が切れてへんもんね。なんじゃここ。お、またお前。爆弾ゼルダとの戦い。どう戦うやろ。頑張れ。あいつをやってこい。あとはもう俺は上から。
そうはいかんか。こりゃ、おおおお。これで下敷きやで。下敷きやで。いてえか、おら。下敷きやで。違う？そういう戦いじゃない。あは。お前なんて、ぺちゃんこやで。食らってるな、でもな。なんか出てきたよ。おい。おいおい。お、なんかロボット生み出しとったな、あいつ。おいおい。あれ、ザコ。いや、まだか。ああ、逃げんな、こら。なんなん、その、ロボット的なやつは。おいおいおい。その程度。貴様なぞ。その程度。おう、こら。おいおい、よけよ。こら、逃げんなし。ほーら、行ったるから。あ、見えてない。あ、一応進めてはいる。爆弾、結構重要アイテムちゃうの、それ。一番最初に来るべきやったんちゃうの、それ。これを、あ、ペッペレー、力の爆弾。原始モード中、あ、原始モード中だけなのか。でも自在に出せるのでかない。へえ。ほほほほ。うえー、あ、すごい。はあ。まあでも、よっぽど急いでないときは、爆弾魚で、全然、ええけどな。こっちになんとかなるけどな。な。ほい、ほい、ほい。ちょっと時間だけかかるのが難点やけどな、こいつはな。ほ。おい、どうなの。とりあえず普通に回復したわ。よし、ならここはこんだけか。先行くで。ここはお宝ありつつ、左下のルートと右上のルートを行かなあかん感じかな。先に取ります。どいて、バカめが。で、こ、違う、そこ。な、投げろ、オッケー。そういうこと。で、取らせ、こら。よし。これで全然いけるけどな。なあ、どけ。じゃがいわかい。なんか隠しがあるんだね。宝箱と、抜け道。一応全部壊すで。はいはい、先に行って OK やね。なんでしょ、お金でした、ありがとう。お、ちょっとボスっぽい感じ。いや、どうだ。何で行くんだ、これは。倒せ。言い上げて。おいおい、よん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 。いったー、バカだれ。ちょっと当たれへん。さっさささささささ、めっちゃ燃えるな、これは。ちょっと厄介。何で、ベラ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 、
ベラ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 、いいよ。今だ今だ今だ、当たらんのかい。やべ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 、へいへい、くそ、わらわらわら、いけい、攻撃、当たってらんな、全然当たってないな、バカ、頑張れ、ほら、いけ、でもってここ、ここ、ここ、当たらん。なかなかこれは、倒しにくい方ですね。他になんか、有効な攻撃手段ないですか？ビリビリ、聞いてるそれ。おに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 。いけい。ビリ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 。作業ですね。あ、ビリ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 。暇です。あ、ビリ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 。こんなん多いぞ。ゼルダさんよ。いけたけど。ペラ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 ちゃうわ。で、ファイアウィズローブ。強力な炎の魔法を使う魔物。あ、こいつもでもあれか。他にもいろいろすでに倒してたやな。あんま使ってなかったけど。また鍵。オッケー。HP が減った時は自分のベッドやな。便利なもんやで、ほんま。いつでもどこでもベッド召喚できて。よし。オッケーです。次、一旦戻って左下の方かな。あ、合ってる。ツン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 、からのポン、からのポン、からのポン。やけどそこは別に魚でいい。危ない。いや、下にもなんかあんじゃんな。あっちはささささ。こっちにもまだなんか。これは糸チラ大作戦か。はい。はい。んで、ツン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 。オッケー。あんなビーム前から出てたっけ。ここが鍵。宝箱がそこに、あ、ここに宝、あ、どっちからでもいけたんか、別に。んー、ちょっと敵よざーい。ほら、そう、バカ、そこ、うん、アホ、ここ頼むぜ。おい、炎上ダメージなかなかうっとしな。はっ、オッケー、バカッチョー。また鍵か。とりあえずでも痛い。左下に先に行った方が良さそうやから、こっちはね、行きまーす。ボスの鍵とかはこっちにあったりするんじゃないの。ここ、あった。この場所にも宝箱あり。すっ、すっ、どこや、ん、よし、あー、そこ、あ、ボス鍵じゃん、これもう。おい、あげっと。あれ、今回ほんまでもなんかスッといけそうな。あ、マグマが上がってくるかい。やっぱりそういうやつ、ささささ、どいて、ささ、はいはいはい、任せろ。そういう逃げアクションとか。あはん、なんやて、やべ、それはそういうの使わなあかんのはちょっと聞いてない。よいしょ、はい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 、はい、勝ち、はい、余裕、バカタレ。まだまだある。あ、違う、あ、帰れんくなった。まあでも大丈夫か。
あれでももうボスいけそうな予感やな。一番簡単やんで、この火山のところがええんですか。はい、ポン、さらにポン、まだまだポン、よいしょ。ここめんどくさ、ここ、うん、うん、うん。いやまあ別に糸チラとかで全然いけんやけどさええんやけどさ、そんなとこ塞がなくても。さあここはあれか、わわわわわ、コウモリ使って系のとこやんな。さっで一旦こっち来ましたけど、これでいけるところかい。だね。よし。あれ、これは知らん間に瓶がこんなところで、妖精がいたとは。上がってさっで、これじゃね、前で飛んで、で、ここ切り返して、はいよ言う。あれ、マジで。一番簡単なダンジョンやん。ズズーン、もうボス来ちゃいました。早速じゃあ、行かせてもらうぞ。何これ。下か？おい、おい。行く。さあ、は、無の世界っぽい感じやけど。おお、ちょっとおしゃれな、キュアーバルバジア。あー、ボスはちょっと厄介な感じかい。これは飛んでけーのやつやな。でそっちに回り込んで、へい、ズン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 。あれ、雑魚か、もしかして雑魚か。で、はいはい、パパ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 、どこ来るよ。正面からキュイーンで、プン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 。おい、全然ちゃうんか。おい、どうした。ププ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 プ、次はどこ？あ、ちょ、落ちてる、落ちてる。お、その場所はさすがに攻撃が、あ、ちょっと割らないで、勝手にやめて、ほら、やめてあげて、攻撃、頑張れ、お、頑張れ、頑張って攻撃はしてくれてる、ちょっとずつ攻撃してくれてる、ほら。パパ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 、はは、はうちの、うちのがやるで。もっとあれか、オクタロック系でガンガンいった方がいいのか。一応攻撃はしてくれてるけど、うんー、地味な地味な攻撃、地味すぎるダメージ。ここであれか、爆弾か。おい、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 違う、はっ、もっと分かりやすい場所移動せ。またそんなとこ行って、これか、これ使って、違う、こういう
あ、そっから出てくんのかい。せっかくやったら思ったのに、そっから出てくんのかい。こういうの出しといて、つんどこ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 、はい、つんどこつんどこつんどこ、おい、つんどこの勝利やな。もうどの場所に行ってもお前に勝ち目はないぞ。俺がツンとこしてやるぞ。どこやそれ。だー、ちょっとやめて、ツンとこさして。あー、でかいのそれ。もうお、めっちゃ調子乗れなかったこいつ。そればっか。あ、ちょい、残念。おい、あ、ちょっと食らわんな、届かん。せこい。ほら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 、つんとこつおい、またそうやってアホみたいな距離感で。もうバカ、ハートなくなってるやないか。絵描きにせ。次はどっから。後編やったら寝るで、俺はもう今の間。ほら、キャーもうやめて。あ、もうちょっとベッド壊さないで。あ、こら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 、うちのベッドが。はい、かい、ふーバカだよ。で、やっぱこれ使わなあかんか。で、うえ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 、ちょい、せこ。つんどこ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 、まだか。んで、お前が移動するならこっちは寝るか。バカだよ、屈辱やろ。戦闘中に睡眠取られるなんてな。おい、余裕やで。ここは突っ込んでもええとこなんかな。あ、あ、え、残念。で、違う違う違う、あ、ここあちちなんか、ここ、あ、あ、あちち、あちちやけど行くちち。おい、行くちち、弱ちち。マジでこの火山のところが一番楽勝やったね。さあ、これで。オッケー。んー、ピアー、三つクリアできたけど、女神さんたちが出てきますかな。さあ、まだ HP もそこ上がるのか。仲間たちが僕に力分けてくれた。うん、レベル9増えましたよ。で、僕できること増えたみたい。お、シンプル三角アップ、一番ええやつ。トリーの、トリーから力のかけら5個受け取った。どこに隠しも取ったお前は。よし、そして女神がまた来ました。姫巫女よ、そなたの力が無理の真似しこの地を解き放した。我は女神ディーン、世界創造の祖、三女神の一柱なり。自らの力を示したそなたに我が証を授けん。これで三つ揃ったよ。ポロロン、オッケー、イエイ、ディーンの証手に入れた。姫巫女よ、
そなたは我ら三女神に自らの資質を示した。大いなる力への道を開くたくは霊木が見守る古き森へ向かえ。どこや、そなたの探す勇者とも出会えるだろう。ゼルダがいるのかい。忘るるなかれ、そなたの力はいずれその身を助く。もう一度詳しく教えて。とりあえず行けたね。これで全部中志が集まったね。霊木が見守る古き森、リンクもそこに。で、その森はどこだい。もうここの無の世界に用事ない。ゼルダ元の世界に帰ろう。はい。HP。よし。アップです。で、勇者リンクの救出。女神からリンクの手がかりを得た。霊木が見守る古き森へ向かえば探している勇者とも出会えるという。言うてるけど、それは、まだどこなんか、俺には、あんまり、分かってないんですけど。来まー。帰りまー。どうも、ゼルダさん、すごい頃。あんなに大きな裂け目が消えちゃった頃、みんなも戻ってきてるかもしれない頃、ゼルダさん一緒に帰る頃。オッケー。帰ってきたで、ゼルダが元気かみんな。は、おーおーおー、怖い。ああそんな。あ、そんなシーンがなんでか火山のメンバーだけあるのね。うえー、他の町でもそれやってくれよ。いやー、胴上げなんてされたの生まれて初めて頃。いなくなってたみんなも戻ってきて本当によかった頃。ゼルダさん、トリーさん、実は二人と出会うまで族長になったことちょっとだけ後悔してた頃。でも今は違う頃、自分なりのやり方見つけられたと思うから、これからは二人がいなくてもみんなを導けるよう頑張る頃。ゼルダさん、トリーさん、たくさん助けてくれてありがとうございました頃。お前やいっぱい助けたったな。タルストン、ちょっと来てくれ頃。呼ばれてるみたい。それじゃ僕は戻る頃。またな。はい、今行く頃。またいつでもゴロンシティに来てほしい頃。みんなで歓迎する頃。じゃあな。タルストン、初めて会った時と変わったね。最初は迷ったりすぐ考え込んでたけど、今は堂々としてみんなもニコニコしてた。これが頼りにされるってことなんだね。みたいやね。俺も頼りにされてるから頑張らなあかんわ。オルディン火山の叫びも消せてよかった。女神ディーン様にも証をもらえたね。よし。で、ゼルダ、女神様の言った古き森、僕どこかわからないよ。俺もゼルダのお父さん何か知らないかな。あ、この時をずっと待ち望んでいた。誰？はあ、あらららららら、ゼルダ。ああ、クロマ、あ、ちゃい、いた。物理的に叩きつけた。なんじゃお前は。あれ？ということ？あれ？闇ゼルダがじゃあ、あら、それはそれでまずいのでは。あ、三女神が認めた私なら大いなる力のもとへ行けるでしょう。え？同じ存在は一人で十分です。あら、ゼルダ、ゼルダ、やべえ、それはやべえ。ああ、俺が一旦逃がすけど、これは結構まずいんじゃない？あいつが前のね、王様みたいな感じでいろんな悪さができてしまうかもしれんぞ。おや、おはよう。おお、ゼルダ、目を覚ましたか。おはようございます。毛布ぐらい上にふわっとかけといてほしかったわ。倒れたそなたをトリードのが城まで運んでくれてな。ここで目覚めるのを見守っていたのだ。ありがとう。一体何があったのだ。いろいろこうでこうで説明省くけど、なるほど、話は分かった。ありがとう。
三女神の告げた霊木が守る古き森か、陰牌は何かわかるか。どうですか、おそらく古の森のことでしょうな。さすが陰牌、霊木とはあの森にあるとても大きな木のことではないかと。城の北西の鬱蒼とした森なれば、そこへ向かえば。なんかあったな、そういえばそんな森。ゼルダ、ヌールはきっと最初からこうするつもりだった。そんな名前でしたね。ゼルダが大いなる力に近づく資格をもらうのを待って借り物のゼルダを作ったんだってことやんな。だから女神様を裂け目に閉じ込めて僕らをおびき寄せた。もっと早く気づけたらよかった。大丈夫よ。なんとも悔しいですな。悔しい、そっか、こういう気持ちを人は悔しいって言うんだね。うん、別にそこ今覚えんでいいけどね。うん、すごく悔しい。おい、知ったかすんな。このままだとヌールが大いなる力を手に入れてしまうかも。そうなったらゼルダと僕だけじゃなくてリンクの力もないと。うん、三女神の言葉によれば、西への森へ行けば勇者リンクとも出会えるだろう。ゼルダ、私は知事として本当はここに留まっていてほしい。これ以上危険な目に遭わせたくないですね。しかしそなたが知恵の姫巫子だと分かった以上、国の王としての頼みだ。頼む、古の森に向かい勇者を探し出し、ヌールの企てを止めてくれ。ハイラルを救ってくれ。ええー、けどなんか取り巻きの兵士とかいっぱいつけてもらえませんか。それやったら、前にも言いましたけど、なんで一人なんですか。単独行動はさせるべきじゃないと思うんですけど。オルディン火山に現れた三女神クリア。これで大いなる力への道がある霊木が守る森とは、ハイラル城北西の古の森のことだった。古の森へ向かい勇者を見つけ、ヌールの企てを止めようってなったから、あ、ちょうどまだ行ってないエリア、てか他にもまだ全然行ってないエリア全然あるね。まあ一旦向こうの方へ向かえってことになりましたので、じゃあこの続きまた次回プレイしていきたいと思います。なんだかんだで火山が簡単に行けてよかった。それではまた、よろしくどうぞ。